これは完全に破滅エンド。リスナーの皆さんから世の中にある破滅エンドのパターンをシチュエーションのセットでハッピーの場合と破滅の場合で送ってもらい、みんなでこんな破滅エンドは迎えないようにしましょうと勉強するコーナーです。早速ですけど、読んでいきましょうか。ちょっとね、わかんないですね。そうですね、まだね、伝わってないかな。じゃあこちら、純恋さんからです。ありがとうございます。生徒会の早朝会議、ハッピーエンドの場合、やばい遅刻しそう、全力で自転車を漕ぎ急ぐ途中で前を走る生徒会の先輩で片思いをしている副会長を発見。先輩もこちらに気づき二人で登校することに。そんな時、先輩にもう遅刻確定だし一緒にサボっちゃわないと言われる。そして大好きな先輩とおしゃべりしながら二人で遅刻する。そしてバッドエンドな場合、やばい遅刻しそう、全力で自転車を漕ぐも信号が全部赤、結果会議には遅刻し生徒会のみんなから冷たい目線を向けられる。そして好きな先輩とやる予定だった企画は他の子に取られてしまった。はい、でこれちなみにどちらも実話です。そう、副会長もアニメ、ってか2人して遅刻してんじゃねえよ。結局あれでしょ、サボったんだ。サボったんです。一緒にサボっちゃわないっていう。やべえ生徒会。本当生徒会でしょ。ブッチしてんじゃん。この学校大丈夫かっていう、すごいですね。いや、破滅だよね。破滅ですね。14歳です。それ経験してるってこと、待って、いくつの時の。小学生。小学校の時に中学の生徒会の副会長ってことか。そう考えるとまあ可愛いけどグレたい時期なんですかね。いや、もう少女漫画でしょ。少女漫画読みすぎでしょ。この先輩も多分少女漫画読んでると思う。なんなら副会長も男の子が妹の漫画を借りて、そう読みまく読んだな。そうなんですよね。でもやっぱだから女性のそのまあ兄弟がいる男の人の方がそういうのちょっとこうときめきわかるみたいなとこありますよね。すげえ読んだ。おめっちゃ詳しいよ。それはもう向こうのってことなんですか。日本の漫画をクラビンで送ってもらって、妹がね、でそれをこうちょっと妹の部屋に忍び込んで、何を読んでるのかな君はつって、わって読んだら、なるほどつって、あ、こんな恋愛があるのね日本、いいな、こんな恋愛したいなって思って日本に対する憧れが強くなる。なるほど、はあ、それが今仕事になってるってことですね。すごい。高校の制服着たかったの。着れなかったの結局。あ、そっか、結局18までですよね。そう、あっちは制服ないから。あ、私服なんですか。私服なの学校は。だからもう本当に憧れた、マジで下駄箱にラブレター入ってんじゃないのかなってね。あれってでも日本ならではっぽい感じありますね。でも手紙を下駄箱に入れるっていう文化。そう、あれがもうやりたかった。羨ましいよ。いいですね。いや、なんかいいわ。はい、じゃあ次、